千田、何やってんだてめえ。か、頭、それが…てめえは、確か松金のところにいた。八神探偵事務所の調査員、海藤だ。お前ら工夫がねえな。カタギのオフィスに見えねえぞ。これじゃお客が怖がるだろう。うちに依頼に来たって感じでもねえな。お前が代表か。馬頭探偵事務所主任カウンセラー五十嵐だ。馬頭組、確か東条会の調査部門を名乗ってる連中だったな。殺の家族構成や弱みをつかんで脅しや牽制に使う。カタギになっても相変わらずのようだが、おかげでカムロ町の探偵の評判はガタ落ち。うちもいい迷惑してんだ。当社のお客様満足度は 80% 以上だ。客が来ねえのはてめえらの営業努力不足だろう。とにかくだ、お前らが依頼人から騙し取った100万返してもらうぞ。ついでに迷惑料30万もだ。こいつと交換だ。警察に突き出されたら営業停止じゃ済まねえぞ。下手打ったな、センター。すいません。だがこいつを連れてきたことだけはお手柄だ。こりゃ迷惑料50万はもらわねえとな。おい、お前ら遠慮はいらねえ。このバカをぶっ殺せ。ぶっ飛ばしてやる。150万で手を打とう。お前らの未来を買うと思えば安いもんだろ。カイト、この借りは返す。必ずな。楽しみにしてるぜ。